先日9月23日午後5時、堺出市役所の会議室に学校の授業を終えた高校生たちが集まってきました。集まったのは市内4校ある高校から1年生または2年生の生徒、各校4人ずつ、合わせて16人です。堺出市の規模で公立3校、私立1校と高校4校があるのは珍しく、そのうち3校は JR 四国堺出駅近くにあります。堺出市は駅構内に市民サービスセンターを置いていますが、今年12月28日で閉鎖し、来年4月から市内外の多くの高校生が利用する駅機能を生かして、高校生のための多目的スペースに一新することになりました。その活用策を高校生自ら考えてもらいたいと、各学校から希望者を募り、初会合を開きました。この日は、自習するためのスペースとしての課題、利用方法、スペースとして必要なものについて、4つのグループに分かれて話し合い、その結果を発表していきました。生徒たちは、スマホを使うルール、飲食も可能にするか、可能にする場合、勉強に集中する人に邪魔にならないようなルール作りも必要では、など課題や要望を高校生ならではの目線で提案していきました。堺出市では市民の展示スペースであるギャラリー機能は残しながら、部活動の発表の場、学校帰りに勉強できる学習スペースとして多目的に活用することにしています。高校生の手で高校生が喜んで使える場所になるようワークショップを5回開催し、12月中旬に報告会を開き、在り方をまとめることにしています。ゴミを捨てる人が出てくると思うので、ゴミの問題、堺出市内の人たち以外、まあ、高松市内とか堺出の その高校に来てるんで、他の市の人たちにも、まあ、使ってほしいです。やっぱ学生とかは忙しいと思うという人も多いんで、そういったスペースがあることでうまく使って、で少しでもその活性化につなげられたと思っています。また次回ですね、また課題の次回は10月16日に今回出された課題などをもとにルール作りを考える2回目のワークショップを開催する予定です。都合が悪い日があれば教えてください。